日本をかっこよく、結び大学ナビゲーターの川島です。本日は英語講師である夢ラジオ先生にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夢ラジオ先生はね、 YouTube でもういろんなジャンルの発信をされてるんですけれども、本業は英語の先生ということで、今日はね、英語の話をしたいんですけども。英語、はい、イングリッシュ。イングリッシュ、はい、で実はこの結び大学のね、今いろんなこうゲストの先生方をお呼びしてこのチャンネル運営していますけども、このチャンネルを始めようというきっかけとなった先生がいらっしゃって、それがですね、この英語のレジェンドとも言える松本道弘先生だったんですね。で、2022年3月に亡くなられたんですけども、実はその最後の晩年約3年間は私たちと一緒に活動をされていまして、我々大学受験塾ミスターステップアップも運営してますので、まあその塾生さんに指導してもらったりだとか、あとはこの結び大学で動画を撮られたり、あと一緒に英語教材を作ったりっていうことをしてました。まあその中で、まあいろんなこう思い出があるんですけども、その話をしてたら、なんと、夢ラジオ先生自身も、かつて本を読んで、しかも実践されてたという話を聞いて、これはちょっとね、松本先生を偲ぶ会という特別動画をやってみようかなと。で、この今、目の前にですね、このギブとゲットだけで英語は通じるっていうね、本。これすごい松本先生の英語に対する考え方をすごい表してる本なんですけども、まあ、変わった先生で。で、当時はもう本当戦後間もない頃ですよね。で、もともと日商岩井に勤務されながら、まあ、要は商社マンだったというところから英語を勉強し始めたんですけども、松本先生、なんとですね、海外渡航経験が一切なくて、外国人のふりをして、その外国人がいっぱい集まるバーにね、乱入してね、もう自分はさもネイティブだというふりをして、さあどこまで通じるかみたいな、そういうなんかね、叩き上げで英語を磨いてこられた方なんですよね。なので、すごい英語理論も独特で、英語だけを学ぶんではなくて、それと同時に、日本語も学ぶべきだと。と同時に、それらのこの二刀流で、心とか精神、自分の生き方を磨いてこそ、英語術じゃなくて、英語どう足りえるんだっていうね。英語のことをお話しされてるんですけども、その根っこには、日本人の精神を忘れないっていう、その強い思いがあって、私もすごくそこに影響を受けた一人なんですけども、夢ラジオ先生自身はどういった思い出というか、ちょうど私が大学受験をするときにですね、松本先生のそのギブとゲットっていう、まあこれよりもちょっとなんか分厚い感じの、昔のバージョン、多分これですね。なんかまあすごい本があったんですよ。おませら受験生やったから、まあ大学受験の本ってつまんないじゃないですか、はっきり言って。だからまあこういうのを読んでたんですけど、あ、これは使えるなと。で、このギブとゲットっていうのは、今でも手に入るんですね、この本。あ、そうですね。今、ちょっと違う改訂バージョンでありますね。詳しいことは、この本の中にちょっと譲りたい思うんですけど、まあ、さっき川島さんがおっしゃってたように、ギブとゲットで英語作れますみたいな、ギブはこっちから向こうへ与える、ゲットは向こうからこっちへもらう、得るっていうね。で、ギブ与える。で、ゲット取る、受け取る、もらう。っていうこの意味だけで終わっちゃってるじゃないですか、普通は。そうですね。ところが、実はこのギブとゲットを使えばですね、大概の動詞はですね、うまいこと言えますせというね、仮にだから受験勉強だとしても、ああ、この単語なんだったっけ、これどう表現したらいいんだろうっていう時にこれでいけると。と英作文ですよ、大学受験では。大学受験でこの話が出てくるのは読解ではなく、自分でこう発信する。まあ、今スピーキングというあの科目は大学受験ではまだないので、あの当時もありませんでしたから、英作文ですよね。で、私はこの、あ、
これ使えるわと思ってね、このギブと、すごいですね、ギブとゲットの。大学受験の時にそう思うのがすごいです。ありがとうございます。そのギブとゲットで英作文書いたれと思ってですね、私、東京外国語大学っていう、はい、東京にある大学受験したんですけど、はい、英作文が、まあ、あるわけですよね。うん、そこでもうギブとゲット使いまくって、そうですか。やったんですよ。ほんなら受かりました、例えばどういう表現があるんですか。例えばですね、助けるって言ったら普通ヘルプじゃないですか、はいはい、ギブアハンドと言ってあげればいいわけですよ。例えばね、手を与える、うん、そう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 、うん、だからこれが一例ですけど、まあ、こういうのがこれいっぱい書いてるんですよ、ここに、はい、そのギブとゲットで言えますぜそれっていうね、うんうん、熟語を覚えるいい機会にもなるし、うん、はいはい、だけどそれだけじゃなくて、そのギブやゲット使った表現ってね、自然なんですよ。普通の日常会話でネイティブが使う もそうだし、はい、書き言葉で書いても自然なんですよ。それ松本さんが多分体得したいと思います。あ、その英語修行の中でね、はいはい、あ、これはギブとゲットでいけらと言った方が、それ何もね、ギブとゲットでいけるからこれでなんかごまかせというそういう話じゃなくて、ギブとゲット使った方がよりナチュラルな英語になりますっていう、そういう書なんですよ、はいはい、だからそこに至るためには相当なインプットなきゃこれ言えないじゃないですか、うん、努力家だったんですよね、あの人はね。いや、もうめちゃくちゃすごい、だって若い頃のその、うん、どんな風に英語を磨いてきたのかっていうのも、うん、もう超ストイックでですね、うん、よくおっしゃってたのが、映画をね、昔、うん、英語で字幕なしで見に行ってたと、うん、で、まあそういう映画がやってる映画館に行ってですね、天才ってちょっと変わり者が多いんだなって思うんですけども、映画館に入るときにまるでこうほら剣道場とかに入るときに一礼をしてね入るように、もう礼をして今からこの修行をさせていただきますみたいな感じで入っていくと。で、そのいかにそれをなしで英語をそのまんま聞き取れるかみたいな真剣勝負だったんだよということをよく語ってありましたけども、英語道初段とかなんか自分で段決めてやってはりましたね。段決めてやってましたね、うん、かなりレベル高いんですけどね、うんうんうん、あれ英検1級はまだひよっこで、うん、さあこっからじゃあ今まではお勉強でしたと。いや、そう思いますよ。だって今でも英検1級やってやっと免許改伝 で、うん、そこからまあちょっと初段行くか行かないか、だからさっきの現象でね、はい、英語読むとか、これが段の勉強、初段2段3段3段ぐらいになったら、自分でシャーッとこうね、フリードマンでもハイエクでもポパーでも読めるっていう、はい、うん、こういう感じになるんじゃないですか。なるほど、うんうん、でもその松本先生もよくおっしゃってましたけども、英語っていうその言語の背景にはやっぱり私たち日常的に物事を考えるときに、うん、自然と言語を使ってこう頭の中でも別に喋っていなくても考えるわけじゃないですか、うんうん、でもその例えば英語と日本語で言うとまず語順が全然違うし、うんうん、その一つの言語っていうものの背景にはその考え方の思想体系そのものがこうドーンとこう横たわってると、そこを掴むことが大事なんだってね、それをシンボルっていうふうに表現されてたんですけど、うん、そういう意味ではそのギブとゲットってその、まあ、行って帰ってじゃないですか、うん、この2つがとりわけ重要だっていうことと、うん、その西洋人の物事の考え方っていうのはなんかこう、それがギブとゲットだからですよ。西洋人のものの考え方はギブとゲットだから、それが英語にも リフレクトされてますっていうね、現れてますっていう、だからそれ使ってやったら自然になりますよっていう、はい、まあシンプルな主張なんですけど、それは当たってるね、うん、へえ、うん、当たってますね。その夢ラジオ先生でご自身がいろんな英語の本をそのまま原書で読むっていうことを体験された時に、まあ今だったら翻訳本もたくさんあるし自動翻訳すらできてしまう時代じゃないですか。でもなお原書で読むとかね、英語で実際リアルに体感するっていうその違いっていうのはなんか実感値としてどういう違いがありますか。いや、結局ですね、翻訳で読んでるってことは中身読んでるわけですよね。はいはい、で中身は写し替えとりあえず可能だとしましょう、はい、うん、だからその中身だけの、受け取りでいいんだったら翻訳でもいけるんじゃないですか。翻訳でも大丈夫じゃないですか。だけど例えばその筆者がこの言葉遣いをしてるとか、筆者はここではこういう言葉遣いを避けてるとか、あるじゃないですか、それって。ありますね。それは実際にその
その書いてあるその言語読まなきゃ分かんないじゃないですか、はい、うん、だからそういうなんていうかあの中身取るには別にどうってことないように見えても、うん、あ、筆者はここでこんな言い換えを勝手にやってるとか、でも言い換えやっててもそれ翻訳した時にはどれも同じ役になっちゃってるとかね、うん、確かにあるいはこういう言葉を巧妙に筆者は避けてるなとかね、そういうのって現象読まなきゃ分かんないですね。なるほど、うん、夢田城先生ご自身が何か原書を読んだ体験の中で思い出に残ってるものとかってあるんですか？うん、そうですね、じゃあ例えばあのフリードマンにしましょうか、はい、フリードマンの資本主義と自由、まあ、これがまあ有名な本だし、うん、まあ、私がオンライン授業で原書を読む場合もこれ使う場合が多いんです、うんうん、でこの中で学校っていうのを批判している部分があるんですよ、はあはあ、学校学校、学校ね、うん、でその学校を批判しているところで結局フリードマンの主張はどんな主張かっていうと、はい、一律に、うん、一律に先生にお給料を支払ってるから、うん、頑張ってる先生には払い足りてないのに、あ、頑張ってない先生にはもらいすぎている、今の日本じゃないですか。そう、本当ですよ、本当ですよ、うん、でこういう状況になってるから、うん、創意工夫に富み生徒の将来を考え、うん、そして日々努力していこうという先生こそ辞めるっていうね、なんか確かに。それをね、実はあの英語でやっぱ書いてあるわけなんですよね。その日々創意工夫をするというその時の英語がですね、うん、フリードマン使ってる英語は例えばインジニアス形容詞形 で名詞形がインジニューティ、これ結構レベル高い単語ですけどね、はい、インジニアス、これが創意工夫をするという形容詞、インジニューティが創意工夫という名詞形なんだけど、あ、ここでこの言葉使うんやと、ね、例えばここで別にオリジナリティって言ってもいいわけですよ、はいはい、あの独創性っていうね、だけどそこでね、うん、創意工夫に富むっていうこれを、うん、あ、この単語使うか、フリードマンはっていうね、うん、まあ、こういう味わい方は間違っても翻訳でできるわけないんですよ、ね、偉そうに言っちゃいました。確かに失礼しました、うん、いやでもやっぱりね、たかが一例だからこんなの探せば一分ありますよ、うん、そりゃそうですね、うん、英語で読めるの楽しいですよね、意欲、そっからの意欲湧いてきますよね、うん、でも今のこの時代っていうのはもうどうしても若い子とか特にそうですけども、英語喋れたらなんかアドバンテージあるかな、語学留学学しといた方がいいかなって、まあ親世代ですらやっぱりそういうふうに考えて子供に英語教育を施すっていう、何かこう学びたい内容があるからそのために英語をツールとして使うのではなくて、もうね、英語自体がステータスみたいな考え方。あ、時代遅れです。ね、そうですよね。あの1年いても2年いっても、あの原書読めるようになりませんから。思いません？あの、ご自身ご存知の、その海外に2年いたと、カナダに2年いた、ね、アメリカに3年いた、なんかそうそうじゃないですか、オーストラリアで1年だって、原書読めてませんか？本なんか1冊も読んでない。スラング覚えて帰ってきてるし逆に言うと帰ってきたらすぐ忘れる。日本でも全然読めますもんね。そう日本で読める。だから留学なんかあんまする必要がない、うん、あの語学留学に意味があったのは、日本じゃ誰もその音聞かせてくれないけど、はい、あの海外に行ったらそれは聞こえるもんっていう、ね、それ松本先生の時代はこの時代なのよ、うん、だからもう必死の思いでですね、松本さん、うん、なんとか外人と話せるあの場所作ろうって言って、あ、もう無理に無理を重ねた、うん、ある種無理してる人の話です、うん、あれ、あ、そこまでやる必要はもうない、うん、だからある種先生すみませんけど時代遅れです、うん、あの今の世の中にああいうことをする必要がないから。そうですね、むちゃくちゃやってるから、あのいや、その外人と喋るために、うん、あるいは自分を外人と見せるために、うん、そこまでせなあかんのかっていうさ、うん、今そんな必要が全くないので、ね、その意味においてはね、先生すいません、だけどあの時代では先生やらなきゃいけなかったんですけど、今はあんなことやる必要はない。その意味では、うん、あの語られてるストーリーの多くは実はあのオブソリートなんですよ、時代遅れなんですよ、うん、ところがそこまでの熱意持ったってね、そこまでの熱意持ってやったっていうね、この熱意は買いたい。今音が溢れてる、海外に行こう思ったら行ける、松本さんのこの本の中で英語のラジオが聞ける東京にどれほど行きたかったかっていうのがね、延々と語られてる、あの FEN っていうね、はい、FEN が聞ける東京に行きたいって、今どこでも聞ける、うん、でやらない。そうですね、やらない。それで言い訳みたいに1年留学みたいな、うん、身につかない。これとこれだけあの、まあ、今思ったらもうあのしっちゃかめっちゃかやりながらも、うん、あそこまで英語に身につけたい、この真面目さは失われたね、うん、
私たちね、本当リアルに松本先生とこう関わらせていただいて本当に感じましたね。なんか今でこそもう YouTube 開けばいくらでも英会話のことなんか学べるしっていう、でもありふれているからこそ渇きがないというか、そこにそれをこう必死で取りに行かないというかっていう、そういう状況になってしまっているなという時にやっぱり振り返りたくなるんですよ。ああいう松本先生がねおっしゃってたようなこととかを、ある種子供たちに我々はハードルを無理してでも貸さなきゃいけないかもね。うん、およしよし、これをあげる、あれをあげるっていうさ、うん、実感するでしょ今の、ね、今の18、19のヘタレ見てるとヘタレの親、うん、なんか与えることが愛かのようにね、あれもこれもってこう何百万円の何かを、それは留学でもいい、うん、何かの教材でもいい、ひょい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 与えて、うん、あるいは身についてるかどうかも分からない大学の学費に何百万も出してる。で、出した後それが大学でお前ちゃんとやってるかの一言も言わない、うん、こんなんでええんかと。それで今このね、今今日忍ぶ会やってますけどこの必死さを見るとき、うん、一体我々は英語に関してより豊かな時代にいるかって言われたら、うん、全くの疑問だね。確かにね、うん、で松本さんがねよく言ってたのはね、山手線一周する範囲一周するうちにつまり1時間ぐらいでタイムを最初から最後まで読むとかさ、うん、あの人実際にストップウォッチ測って、はい、やったらしい、うん、バカな話ですなんだそれってね。そうそうそう、あるいは自分のこと、なんで山手線なんだ、そう、なんで山手線なんやっていうさ感情するやったらあかんのかもしれない、うん、あるいはうん、なんか自分のことがなんかタイムに乗ったらしいんですよ確か、むずいかなんかに、はい、それをなんか近くの銀行のなんかその金庫に入れたとかさ、嬉しそうに書いてるんですよ、うん、全部ね、まあ今思えばちょっとアハハな話なんだけど、うん、そこまでやったんですよね。すごいね。それをね、うん、松本さんがあれほど夢みたいなことが今いっぱい手に入るんだけど、うん、やらない。確かに。やらない。うん、一体何やこれとは思いますね。うん、我々がこうやってる塾、まあ、自習席がね、今日も実はね、見ていただいたんですけど、うん、あそこの自習席の空いてるところに、松本先生がもう80歳ぐらいの時に、毎朝来られてたんですよ。毎朝定時に来て、で、エコノミストっていう当時ね、雑誌を読まれてて、習慣なんですよ。で、それが毎週毎週出るのを、いろんなこう、結び大学の撮影とかもこなしながら、読み続ける、全部目を通すっていうのをね、ただ松本さんに僕今言いたいんだよね、それやったんなら、うんうん、それ、おこんなおもろい記事あったって発表してよってこれないでしょ松本さんに実は、ね、英語だけのそこがね苦手な方だ。そうなんや。松本先生はね、僕思うのはごめん先生ごめん、いやほんまそれなんや、英語やんなっちゃってるんですよ、うん、そうですね、一番大事なのはエコノミストでもタイムでも現象でも何でもいいからそこで読んだものを読んでへん人にこんなおもろい話あったから聞いておいて、うん、せなあかんねや。そうですね。でもね、どっちかというとね、うん、身近で接しててね、芸術家みたいな方やったんですよ。もう英語を極めるなんか愚道者。うんうん、ね、ね、これはね、やっぱはっきり言わないいかん思いますね。うん、それはね、我々先生見習うとこ多々あるとしても、得たものは自分で消化して自分で発信する。それ多分日本語になると思う。だって日本に生きてるんだもん。あ、はい、それをね、やってこそ社会の恩恵じゃないですか。うん、はいはい、タイムを山手線での読んだって、うん、読めたって一周回るうちに、うん、それが何、自己満足やないか、うん、それね、こんな酷な言い方してるのはやっぱ時代はそのなんていうか英語っていうのはそこまでハードルが高かったから、うん、まあ、ある種、うん、先生がそんな風になられたのもまあ分からないわけじゃないと思うんです、うん、すいませんほんまに、うん、だけど今はね、エコノミスト読んだんなら読んだんで、うん、こんな記事あったからみんなで議論しようぜぐらい言ってほしかったですね。そうですねでも多分ね、うん、熱烈な愚道心を持っておられたので、多分すぐ生まれ変わってきて次の人生でされてるんじゃないかなぐらい僕は勝手に思ってるんですけどね、うん、それぐらい本当ね、間際まで毎日勉強されてた、その背中から放たれてる雰囲気を見てね、周りの受験生火ついてたっていうのは事実ありましたね。それは僕もすごく聞きたいんですけど、松本先生とユニは
接点って何なんですか、そもそも。あ、そもそもは、あれなんですよ。僕たちの師匠、もともと大学受験塾ミスターステップアップの創始者の先生、僕らは北極老人とお呼びしてますけども、その先生がずっとね、おすすめされてたんですよ。松本先生の。で、切れる英語っていうね、まあ、単なる淡白な受験英語をやっててもつまらんだろうと、っていう中で、よくね、その受験生を指導されるときに、当時のその、うちの先生はいろんなこう映画とかを持ってきて、全然興味持たない子に、ちょっとこの映画一緒に見えへんかって言って、こう見るじゃないですか。そしたら、まあ、かっこいい英語表現出てくるわけですよ。うんうん、そこでピッて止めて、今なんて言ってるかわかるみたいなことを言って、今こういう風に表現してんで、教科書で辞書引いたらこうなるやろみたいな。でも、こんなかっこいい表現があるんやって言って、受験生がね、燃えると。そういうところから、松本先生すごい触発されたっていうことをね、おっしゃってて、それを僕たちも大学生ながらに聞いてたんですよ。で、その後もう十何年経った時に、美味しいご飯っていう自主上映映画を作ったんですね。それは私たちのこのユニワの食に対する活動、まあご飯をいただくっていう中に日本の神話があってっていうような話を映画にしたんですよ、ドキュメンタリーの。で、それを結構海外の方も見たいっていういらっしゃる方がいて、じゃあその日本語のおむすびとか、おすそ分けとか、そういうどう英訳したらいいんだろうみたいなものを英語訳したいってなった時に松本先生に声かけたんですよ。もうこれ以上の適任者はいなかったので、まあその時からのきっかけで最後の3年間を一緒に過ごしたっていう感じですね。まあそのようなご縁がありました。まあ、今回その振り返るいう企画やったんですけどね、はい、やっぱり一番視聴者の皆さんに伝えたいことは、うん、まあ、こういう滑稽なまでなこともして、うん、まあ、頑張ったお方もいらしたっていう、うん、それは覚えておいていいんちゃうかなと思いました。そうですね、いや、まさかねこんな話するとは思ってなかったんですけども、うん、たまたま今日いろいろ話す中で松本先生のことが話題に上がったので、うん、お話ししてみました。またこの結び大学の動画の中でも一個ね、私すごくこれはもう普及の名作だなと思う動画がありまして、それが松本先生が君が代を英訳するっていう動画があるんですよ。で、これはね、当然賛否両論あるんですよ。なんか勝手に英語訳作るなんてとか。でもね、その元々の君が代はそもそも日本語は音とかリズムに意味があるから、うん、そのまんま意味だけ当てはめた外国人が作った英訳は不完全だと。だからその君が代のリズムに合わせてかつ意味も通る英語で翻訳を考えていただいたものがあって、まあ、その動画は非常にね見応えがあるものですので、ぜひご覧いただけたらなと思います。概要欄、詳細欄の方にリンク貼ってますので、そちらも合わせてぜひご覧ください。はい、ということで今回は特別会、松本先生を偲ぶ会ということでお届けをいたしました。どうもありがとうございました。日本をかっこよく、結び大学でした。